次世代戦闘機、まあ、日本のね、F2 というね、純国産戦闘機ありますけども、それの後継機、F3 かなと思っていましたけども、なんかイギリスとかイタリアとかと一緒に作るって話になると、名前だってもう F3 っていうふうには多分なんないのかなと思いながらね、もう日本が中心となってね、F3、ちょっとイギリスが少し噛むぐらいのイメージだったんですけど、なんか本部イギリスに置くらしいですからね、日本とイギリス、いや、イギリスが主たる開発者みたいに、 そうそうイタリアなんかい,いらないでしょ失礼っ,って感じじゃないですか何入ってきてんだよって感じですけどイギリスと日本とイタリアで作るってわけです本部はイギリスだってわけですよねこれもちょっとね三菱重工がねリージョナルジェットの開発に失敗したりとかあとあのロケットのね打ち上げ失敗したりとか結構三菱重工の航空宇宙関係はなんか最近ちょっとねパッとしないというかね大丈夫みたいな風に言われてしまうような感じ。 そんなこともあって、イギリス主導かな、みたいな感じに移っていっちゃってんのかな、という感じでね。まあ、それはそうなるだろうな、と思いつつも。でもやっぱり、日本を中心として、まあ、一部、まあ、イギリスと組むっていうのは私は賛成だったんですけどもね。今回のニュースは、次期戦闘機開発のために国際機関を作るというふうに言ってます。そして、2035年配備って、意外ともう11年後ですよね。これから開発して、11年後 に配備ってえ、そんなにすぐできんのかなというね。なんか結局日本だけでやった方が早いんじゃないかなって気もするんですけれども。まあ、ちょっと言います。木原防衛大臣は14日来日来したイギリスのシャッ イタリアのクロセット両国防大臣と防衛省で会談参加国による次期戦闘機の共同開発をめぐり企業側との契約や輸出管理を担う国際機関の設立に合意し条約に署名した2035年までの初号機配備を目指し緊密に協力していくことを確認した次期戦闘機は航空自衛隊 F2 戦闘機の後継機となる木原氏は会談後の共同記者会見で次期戦闘機開発について航空優勢を確保し抑止力を 維持していくために必ず成し遂げなければならない挑戦と強調したと防衛省によると国際機関は来年度中に設置する初代トップは日本人が務めここはちょっと怪しいんですねだって本部を英国に置くとだって日本が F3 作るぞーって言って始めたところにイギリスも変わる っていう、日本スタートの話ですからね。そこへ持ってきて、当然本部は日本に置くはずだったんですけど、イギリスに置くと。じゃあなんかイギリスっぽくなっちゃうから、じゃあ初代のトップは日本人。 なんか形だけ日本人ちゃんとかかってるよみたいに、なんかアピールしないきゃいけないみたいな感じなのかななんてね。それで三カ国企業による共同事業体制のトップにはイタリア人がつくという。まずイタリア大丈夫かなイタリアどっかもう消えてなくなればいいのに。別に国がじゃないですよ。このね、次世代戦闘機からイタリアいらないだろうって。いらないっしょ、そんなの。 だって中国のお金のにジャブジャブ付け込まれてた国ですよ。今一帯一応から出るって言ってるけど、わかんないですよ。魂売ってあの中国の金をつい最近まで、というか今まで受け取ってた国ですからね。倫理観ないですよね。中国の金なんて受け取っちゃいけない金ですよ。EU の中で唯一イタリアだけが近平にバタバタ尻尾振って、チャイナマネーに自ら浸かりに行ってたんですよ。信用できますなんなのって。 日 A でいいじゃん。イタリアいや、いらないよ。欲しいって言ってきたら、それはまあ、売ってあげてもいいかもしれませんけども。共同開発ですよだって、一帯一路に乗っかってたんですよどこでまた中国に繋がってるか分かんないじゃないですか。やっぱね、中国に対してかなり早い段階から毅然として対応してきた国、イギリスがそうですよ。そういう国とね、一緒にやるんだったらいいですけど、イタリア ですよだって一対一路をやめるっていうのはつい最近決めましたけども、この話進んでる時に一対一路の中にイタリア入ってたわけですからね。一体一路に参加してるイタリアをよく入れましたよ。だってこの戦闘機って中国から国を守るために作るんですよ。まあロシアも一部入ってますけども。中国から守るために作る戦闘機に一対一路に入ってるイタリアが入ってるって意味がわかんないでしょ。そもそもなんで入れたの信用できないんだよ、イタリアは。本当信用できないよ。だって一体一路から 出るって決めたからまだいいものの一対一路出ない勝ったかもしれないわけでよくよく入れたよねししし,しって感じだよ本当にもう出てってくれって感じですよというわけで日本を主導でやるのにちょっとイギリスもかませてというのがなんか完全に話イギリスの プロジェクト日本がちょっとお手伝いするみたいな感じになっちゃってますからね。ちなみにですね、どう分担するかなんですけども、機体設計は三菱重工とイギリス BAE システムズが行うと。そして、あとイタリアのレオナルド社。この3社が機体設計をするというんですね。機体設計にイタリアいるいや別に、イタリアいらないだろ。技術的にも。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね。 チャンネル登録もお願いします。え、本家武田つねやすチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。